藤木水江と申します。職業は寮母です。寮母さんなんですね。寮母です。寮母は寮母でも1200人の、寮生がいる寮母です。食べている美味しいです今日も。目を覚ませ、目を覚ませ。おお抱いて。これね、まだ1回目の買い物だから全然大丈夫なんですけど、これからまだ1日4回ぐらい買い物に行かないと間に合わないんだもん。だって子供たちとのさ、距離感が本当に大事なんでね。だからこうアルバイト感覚でできるもんではないんですよ。子供たちがそれ嫌がったら、寮母って言って寮のさ母親、寮の母親っていう感じで書くけど、自分の中ではもう子供たちだから、1200人抱えてる寮母です。普通の寮母じゃないです。一人でやってます。もうパンパン、もうお金も足りない、手も足りない、知恵も足りない。だけど一人で頑張るしかないです。みんな寮生のねパワーが何よりの力なので、まあ、みぜちゃんみぜちゃんみぜさんって言って来ることがすごく力になるので、それで続いています。よし、今子供たちはそこにいるんですよ。おい、何時に戻る？2人戻れる？17時な、こうして待ってる時も、なんだろう、ただの無料のジムだから、待ってる時もちょっとでも鍛えられるように行きましょう。はい、おはよう。はい、おじさん、ちょっと先帰ってあげるな。はい、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 今日は晴れてんぞ。あー、あきら、あきら、すごい、あー、すごい。うるさいっつうかさ、目覚ましもかけないでさ、ねえ、目覚まし時計もかけないでさ、みずえちゃんうるさくないよね。モーニング、モーニング。あ、そうだよ。見上げたらモーニングムーン、夜に紛れて朝焼けのベランダで戸惑っている、モーニングムーン。ダン健康は顔調子良さそうじゃん。いや、そうそうそう、顔色良さそうだ。昨日ちょっと調子悪いっつって心配してるんだけど、良さそうじゃん。おい、お前いつまで寝てんだ。うるさい。ちょっとさ、メタボじゃん。いい、みずえちゃんに言われたメタボだよ。みずえちゃんに言われたくない。なあ、メタボじゃん。カメラ撮ってもらえ、メタボに。はい、降りてみんな。はい、行け、食堂食堂食堂。
と熱あるかもしれない。熱があるって見せてみろよ。36度2分はい行こう。君を食べてて。よいしょ。叩き起こさなきゃね。叩き起こす。そう、私がね、あのチャギアンダスカ大好きだから、チャギアンダスカでね、朝だからモーニングムーン、今はもうチャギアンダスカ、もう昔ファンでコンサートも行ったし、大好き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 。次女子お越しください。おーい起きなさい。はい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 、もう男の子起きたぜ。はいはいはい、もう見て、もう爆睡してんじゃん。こんな恋しての目覚めねえの。おーいはい、あきらー見上げたらモーニングムーン、夜にはぐれて朝焼けのベランダで戸惑っている。モーニングムーン、君を失うと僕のすべては変わる。いつも気づかずに勇気つけて、だから君の顔を見つめたよ。こんなに僕の目が君を疑っても、僕は君の目で嘘をつく。噂話だよ、誰にことは僕さん、僕の中の誰かのこと、君の中の誰かのこと。おおおお、起きろ。大丈夫です。だから君の顔を見つめたよ。土曜の夜は朝まで君を抱く、追いかけて追いかけてもつかめないものばかりさ。もうチャギアンダスカいいから。はい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 。ワスカの空も好きで、うん、あの始まりはいつも雨っていうのが、うん、君に会う日は不思議なくらい雨が多くて、水のトンネルくぐりたいです。女子のがね起きてこないのね、男子のが聞き分けいいでしょなあ。あんた男の子たちの3倍かかってるよ、ベッドから出てくるまでが。はいはいはい、体が重い、ま、体が重いか、そうか、うん、水江ちゃんのが多分あんたの4倍重い。はい行こう。水江ちゃんは何キロだっけな、言えないけど。はいはいはい、あ、違う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 、目を覚ませ目を覚ませ目を覚ませ。はい、あ、ギャブ寝起き頑張れ。彼らより早くとっくの昔に朝練してるメンバーもいいんだから、もう1時間半前にご飯済まして行ってんだな。あの子たちが今度戻ってくるんで、その前に、今のこちらちょっと遅めの子供たちにご飯を食べさせて。そういうの全部ワンオペでやられてるんですか。なんだって、なに、ワンオペで。なんだって、わかんない言葉で。ワンオペ、ワンオペかどうかわかんない。一人でやってます。そう、ワンオペだって。なんかチャギアンダスカの新曲とかでなんかあったのかなって思って。戻ってきた。可愛くて仕方ない。ねえ、書いてくれるよね。たまに写真送ってもらうの。うん、ね、そう。F? F、 はい、F はじゃあこれね、2個。はい、ありがとう。ありがとう。うー、頑張れよ。こんにちは。髪切ったのだよ。そうだよ、あんだけ髪切んなきゃのにさ。はい、P ね。うん、はい、P はこれとこれ1個。はい、おい、ありがとう。おい、刈り上げ見せてみろ、刈り上げ見せて。短いよ、ずいぶん短いな。パンパン、はい、エブレ、はい。
はい、 B セット。はい、 B 珍しいな、 B を。それだけ体力が消耗してるってことでしょう。あと B なかなかいかないじゃん。はい、頑張れ。ピッピッ、ほいほいほい、ピッで、ああいうだから、この子いい子ね。はい、どうぞ。はい、どうした、パパどうなった。パパはまだハワイ行ってんのか。行ってる。あ、そう、マカダミアナッツのチョコレートを人数分1200人分送ってくれって言っといて。行ってる、行ってきます。パパに言っとけよ。水谷さん、こんにちは。なんだよ、ちょっとハンサムボーイかっこつけてんじゃん。なんでさ、食堂に来るのにこんなさ、髪の毛サーファーみたいにする必要あるんだろ。ドライヤーでやってないか、こうやって。ドライヤーかけて食堂来てんじゃねえよ。シー好きだな。寝ても覚めてもシーだな、おい。髪かけ合ってみる、かけ合ってみる。おお抱いて。ありがとう。 F? F で、はい、F しか行かない女だよね。本当に。はい、F、21F、はいはい。はい、はい、どうぞ。はいはい。顔色悪いじゃん。どうした今日、なんか。寝てないんだろ。徹夜しても構わないけど、この食堂のご飯だけ食べに行くわよ。はい。はい。ガシン。はい。はい。姉ちゃん。はい、うるさいよ。なんで。はいはい。お腹空いたよ。T だね。T。はい、T。はい、どうもありがとう。はい、ありがとう。へカレーしか無理ですよ、1200は。だって、一人でやってんですもん。ここはカレーがめっちゃたくさん種類あって、美味しいんですよ。 A から A から V まであって、そう、体調いい時には C 行ったり、 T 行く子が急に P 行ったり、お前 F じゃねえか普段っていう子が急に Q 行ったり、そう、今月は Q しか行かねえなっていう子がいきなり A 行ったり、そう、もうその辺は体調も含めて、全部カレーで分かるんだよね、うちの生徒たちは。200人もいたら内側で揉め事とかないんですか。それはトラブルはありますよ、うん、性格全員違うんだから。そこも全部私が把握して、うん、喧嘩なったら仲裁になるし、お話聞いて、どうなの、あいつのことどうなの、顔色悪いね、どうなの、今日いつもと違うね、肌色悪いね、どうしたの、後ろずいぶん深めに刈り上げたね、あれどうしたの、変な歩き方になってるね、お尻かいんじゃない、なんかくせえな、なんかお前ってなんかくせえなって言ったり、うん、全力にいるから結構テンポでやんないとダメなんですよ、本当に。もう次詰まってるからな。もうじゃあないから全部やら、次一人で約ね、多くて一人2分かな、一人2分。はいはいはい、1200人これやってんですよ。うちはね、シャンプーが売りで、そう、実は1200人分のシャンプーをしなくちゃいけなくて、多い時はね、今減ったけど、1486人かな。それはもう昼過ぎからやってないと無理なので。水江さんのシャンプーはどうですか。最高です。最高か。いや、いや最初はなんか、マジびっくりしたんだけど、今はないと寂しいよな。寂しいな。そうね、いつもなの。最初うざかったもんね。そう、もうね。ほんと、うん、普通に一緒に入ってるんですね。あの、そういうもう壁がないんだよね、ここはね。ないですね、いつも通り。時間ねえんだよ、1200人いるから。あの、みんなの後に入るって言ったって、自分が入る時間がないので。じゃあ、なろうか。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、上がりましょう。
まあ要は一月にうち部屋もついて、寮もご飯も食事も全部バックアップでついて、うちは65,000円。結構あの社会人の人もいるし、でも社会人は社会人から入るわけじゃなくて、学生時代に入ってくれて、高校の時に大学受験でずっと寮に入ってくれて、3年間入ってくれて、まだ寮に住みたいっていう人は、また戻るリターン制度っていうのをあの設けていて、今までの学費の寮費の約3分の1の値段で、面倒見るようにしています。3分の1になるんですか？や、安くなるんですか？そうですね。でもそれはおかしいなって自分でも思ってます。普通高くなるはずなんですけど、水江さんそれおかしいよって言われたけど、もう今更帰れないんで。だから2万ちょいですもんね。それで泊まって食事も出て、うん、なんかおかしいんだな金の取り方って言われるけど、わからないですよね。何度掃除してもお風呂は汚れるものね。マナブ君、どうして今まだ入っているの？たまたま出るタイミング失っちゃっただけなのかな。へえ、仕方ないわね。マナブ君、のぼせちゃうわよ。あ、大丈夫、そのまま下げて。変な子ね。けどマナブ君、本当にのぼせちゃうわよ。そうなの、あとじゃあチョコだけ入るわ。変な子。あれだけ片付けろっていうのに、何度言っても片付けられない。困った子たちね。え？勝手に探んないでもらって。こんな本、なんであるの？関係ないだろ。早く出て行って、出て行って、早く、早く。食べなきゃダメだよ。いや本当はね、サッカーも入りたかったんだけど、あのね、
今はバドミントンです。バドミントン、バド服かいいじゃん。でもね、かっこいい。え、バド服どうしたの？え、サッカー部だよね。カツコ、え、いや、もうその話してない。その話じゃない。あれ、何の話、何の話。なんか、いい感じの子は、で、可愛い子いるんだな。でもね、先輩ね、先輩なの。え、私、もうすぐ3日とかになった。あ、そう。えぇ、ー、3日全然続かなかった。いや、最後に食べた。え、食っていい。おーい、食べに決まってるでしょ。ね、え、どうしたの？ん？なんかめっちゃどこ見てるけど。学ぶ大丈夫？気のせい気のせい。何もないから。そっか。矢崎すず子が出てるって、この本が出るんだって。一人の人間がやっぱりたくさんやってんだろ。ちょっと楽しそうだから見てみたらいいじゃないな。ボリューム4でもう100まである、あと数何人かなんだろ。すごいぜこの人数。ぜひ買ってみてください。